そうですね、まあいい感じでスタートはできたかなと思ってます。まあでもスタートはファームだったんで、早く結果を残して上に呼ばれるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱりこう去年の成績だと、まあ守備でもエラーがすごく目立った1年だったんですけど、まあ今年はこう、まあまだまだなんですけど、でも去年よりかは全然試作数も減ってきたし、まあその自分としてのこの役割も非常に果たしてこれてるんで、早くもっとこれをファームでしっかり力つけていきたいなと思います。まあ、やっぱり守備なんですけど、もっともっとこう確率性を上げて、バッティングではこう自分の役割、バントをしっかりするところはするし、右打ちだったり、まあ、進塁打を打つなど、まあ、細かなことをしっかりできたらなと思ってます。まあ、シーズン始まったばっかですけど、早く自分に貢献できるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。